石原莞爾の歴史。山形に生まれ陸軍大学校を卒業します。辛亥革命を知ってから国家改造に関心を持ち、田中智学に惹かれて日蓮主義の団体に入会し、日本をアジア、ひいては世界の名手とするという考え方を得ます。ドイツに駐在中に将来の戦争は総力戦になると予感して戦争主体感を書きます。満州事変、満州国の建設を推進しますが、持論の世界最終戦争において日米決戦を想定していたので、中国方面に拡大することに反対して東条英機と対立。戦後に4年が経った8月15日に死去しました。10時間世界史、12時間日本史で検索。